呪いの言葉みたいなスタートだな。急になんだこの配信ってなるね。ハビニアスサークルのハビニアスです。じゃあ音声チェックしますね。OK。 よし、じゃあTwitch のプライベート配信やっていきます。ちょっと時間がないんでいつも時間ねえなって言われそうだけど、まあ今日も例のごとく時間がないのでサクサクやっていきたいんですが、今日はテネトアジェンダスってやつ、ちょっと使ってみようかなと思って。そう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 、いやまあ育成は終わってんだけど、これをの使い道俺全然分かってないからこれね、このテネト武器の1個ね。そうそうそう、こいつをちょっとまああらかた、まあこういうことできるよねとか、こういうモッド構成が一番まあいいのかなっていう予想はついてんだけど、その例えば今回ね、プリズマグリーンロックに、あとでいいか、プライマリーデクスタリティっつって、あの近接キルやるとプライマリーの攻撃力が伸びるよみたいなのをつけてるんですよ。まあそれとの相性どうなのかなとか、まあそういった細かい点ですよね。そう、それをやってないから、ちょっと今日ソーティーを転がしがてら、まあアンビュラスなんで、ちょわざとちょっと状態異常確率とかも高めで通用するかどうか見たいんだけど、さっきまで通用するだろうって思ってたのが、なんか通用しないような気がしてきた。やっぱ先にビルド乗せるわ。ちょっとさ、これまあちょプライベート配信ツイッチの方は、あ、また画像だしね。そう、この画像の通り、ちょリアルタイムでのコメントって受け付けられない状態になってんだけど、質問受けるのが難しいから、今俺時間ないって言ってたように、その質問受けてると俺のちょっとね、その予定をオーバーしてしまう可能性があるので、そっちは YouTube でやるようにしてんだけど、なんかこの動画配信多分あの YouTube のアーカイブにも上がってるから、ちょっとそれを見てくださってる皆さんはこうちょ一緒に考えながら、こうの方がいいんじゃねみたいなのを考えながら見てもらえるといいかもしれない、嬉しいかもしれない、次の生放送とかの話題につながるかなってちょっと今思った。そうで、今日ウィーピングワンズ入れないから、ちょっと60属性と 60% 状態異常のやつを入れて放射線出していこうと思って、まあこれでいけたらいいよねみたいな。そうそう、アンビュラスとかも放射線結構効くから、幸い今日属性攻撃耐性じゃないから、まあワンチャン近接でいけたら面白いなって思うんだよね。そう、通用するしないはさておき、いけたら面白いだからちょっと行きたいなっていうのがある。でコンボ倍率依存のクリ率出すから、ブラッドラッシュでクイッケニングと、トゥルーパニッシュメントでコンボカウント率一気に上げて、まあ恩恵得てみようかなみたいなプラン結構強引でしょ。で、デクスタリティ、プライマリーデクスタリティでコンボ持続時間が伸びて、ドリフティングコンタクトで状態異常確率を上げながらコンボ持続時間を上げるっていう、ウィーピングワンズ刺さないから、これでちょっといってみます。そう、まあ通用したかったらもう今日のアンビラスはその効率こいつで、ね、プリズマグリーンロックでやろうかなとは思ってるんで、まあどっちみちこいつの力借りていこうかなと思ってます。はい、増強モッドも入れてね。まあなかなかプリズマグリーンロックは俺このゲーム中一番好きなプライマリー武器、まあ俺の相棒なので人生のお供と言っても過言じゃないかな。そう、こいつのおかげでいろんなものを超えてきたっていうところがあるんで、まあそいつかなりね付き合い長いです。プロフィール画面では未だにこいつが一番使ってるようじゃなくてアルカプラズモールなんだけど、じゃあさすがに惑星開拓時代よね、塗り替えるみたいなことはまだやってくれてないから、今そこを目指してる感じですね。はい、じゃあ行きたいと思います。そう、この画像ね、まあ見にくくてもいいかなと最近思ってて、左下にあるやつ、そうなんかちょっとちっちゃいんだけど文字も細かいし誰が読むんだみたいな感じになってるけど、まあ一応置いとこうという感じ。顔出ししない分これが俺の顔みたいな感じですね。まあ一応質問事項、なんでツイッチはそのコメントできねえんだとか、あとどうしてもコメントしたいんだがっていう方法に関しては左下の画像に書いてありますので、まあこちらを参照してくださればと思います。まあ別に個人的にメールとか YouTube のコメントで聞いてくださっても大丈夫ですが、まあ配信ではちょいちょい説明したり説明しなかったりが多めです。はい、それじゃあいきます。まあ一応プライベート枠ってことなんでね、機動防衛か、オッケーオッケー。で今日はロアです。
何があってもいいようにアンビュラスぶっ殺せるように、まあロアなくてもアンビュラスぶっ殺せるのは分かってるんだけど、一応ロアを入れてね、そのこのなんだっけ、アジェンダス、これの威力を見ようかなと思ってます。まあ非常に強い武器ですよね、これ。ヘビー軸ってわけじゃないよね。いや結構攻撃範囲高いといいのかな、めちゃくちゃ振りやすいよねこれ。いや強いんですよこの武器。そう、すでに育成の時点で思ってたけど、またグリゴリとか他のテネト武器も強いんで、その分こいつの武器ランキングというか、こいつの強さはどの辺なんだっていうのはあったけど、まあ惑星開拓ぐらいだったら余裕で倒せる能力は普通にもちろんのこと持ってるって感じですね。あ、それとチッチの方、だいぶフォロワーが増えてきましてですね、最近ありがとうございます。まだまだ発展途上を否めないですが、ありがとうございます。先ほど後でね、ここの昨日から今日にかけてフォローいただいた方のお名前をちょっと読み上げさせていただきますね。感謝です。とりあえずどんどんやっていこう。でこれもうすでにアップデート 30.09 は適用されているやつなんで、まあフォントがちょっと違ったりだとか、まあちょいちょい変更点もあるよって感じですね。 OK、まあ例のごとくレベナント機動防衛はね、お友達を作りながら倒していきましょう。まあ意外にねコンボバイルスって上がるの早いんで、こんな感じで、しかも20秒ってねボディカン1枚より長いからね。いや意外にこのプライマリデクスタリティ、このプライマリに刺してるやつあれ強いよね。あ、これ警察のみか。了解。 OK なんだか分かってなかったわけじゃないよ忘れてたった、今朝忘れないで僕の口調。いいね、あっという間にコンボバイルス12倍いくね。でもクリ率上がってもこれオレンジクリマンだよね今んとこ出てんの。だグラディエーターのセットモッド使って赤クリ出せんのかな、どうなんだろう。それもちょっとやってみたいな、機会があったら。 OK、 まあまだちょっとここじゃ分かんないね。まだここは惑星開拓レベルのとこだから、重要なのは最後のあのアンビュラスの野郎にこのアジェンダスがどれだけ効くかってのも見たいの今日。なかなかさ、そのまあ今日は放射線障害だからあれだけど、想定ミッションのさ物理攻撃耐性とか属性攻撃耐性っていうのをシュミラクラムで出せるわけじゃないから、結構想定でその敵がバフ持ちだった場合とかどういう風なダメージになるんだろうってすげえ意外に気になるんだよね、こう想定がっつりやってる身としては。そうなのでね、こういう機会にじゃあこうちょっとアンビュラスに当ててみるかみたいな。やっぱね環境も大事だったりするから、ウォーフレームって戦闘においてね、その地形1個で負けるとか普通にあるので、地形1個で撃破効率の進捗悪いとかいいとかね、もちろんあるんで、まあ、特にやっぱり耐久ミッションとかその分ね、地形はかなり重要視されるので、そういった意味でもねアンビュラス戦の地形をシミュラクラムで出せるわけじゃないので、まあ、そういう意味ではあそこの地形で戦ったらどうなるんだろうとかね、そう結構気になるんですよね。これ結構実戦でやっぱ試したい人だったりするから、シミュラクラムもいいんだけど、シミュラクラムは俺あくまでダメージを算出するためのあれだと思ってるから、そのシミュラクラムでやったことがじゃあ果たして実戦で使えるかどうかは分かりませんよねっていうのは結構いつも思ってる、ビルド紹介動画やってても。まあ大体の人そうだと思うけど、結構1時間耐久とか鋼の1時間耐久2時間耐久とかっていうのをなんか動画の参照に出したりすることあると思うんですよ。そうあれやるのはやっぱ実戦だとこうだよっていうのをやっぱり説明したいからっていうところはあるんですよね。そう結構いろんな配信者さんとかそういう思考でやってる人多いと思いますね、おそらくだけど、わかんないけど、知らんけどってやつだね。知らんけど OK、 知らんけどって何なのあれ元ネタ。うわーこれさマジで生配信で聞け、知らんけどって元ネタ何なの、なんか知らんけどの元ネタ知らんけどみたいなよくわかんないことになってんだよね俺。そうまあ今度生放送に来た時教えてほしいな、またやるからさ YouTube でも生放送をな。コーパスの諸君、そうだろう、そうですね、一撃いいね。これ空中で攻撃するとさブーメラン投げるやつじゃないか、これはそのスタンスじゃないか、このスタンス使いやすいよね、これ上空へのダメージ入ってるでしょ、すごいよな。 OK、
OK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 。 しかもこの地形は超絶守りやすいっていうね。クソクソほど守りやすい。はは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 いは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 い。意外にいいね。これ攻撃範囲確か上げてないんだよね。もともと広いのかな。だからスラム攻撃強いんだっけ。なんかさ、手ネタ武器ってさ、硬派放つじゃん、チャージ攻撃で。あれこれもそうだっけ。チャージ攻撃で硬派放つんだっけ。あ、そうかそうか、なんかすごいんだこれ。なんかバーンっつって、あれチャージを貯めれば貯めるほどだっけ。やべ、特殊能力見てね。あとなんだっけ、これってさ、コンボカウンター下がんないっけ、武器変えられたら。変えられるか。今4倍だったよね。しばらくシンセシススキャナーで戦ってみよう。いいだろう、いいだろうの草原。あ、下がってるね。オッケーオッケー。これは違うか。なんかね、コンボカウンター下がんないよっていうのはリビアの方か。テネトリビアのあの刀の方だね。そう、テネトシリーズもさ、意外に俺プライマリとかセカンダリはガンガン触ってんだけど、近接武器を、まあ、全部一応持ってはいるんだけど、そんなにまだ研究してなくて、そう、いろいろとね、動画は出してるんだけど、それ全部運用面の話であって、まだまだね、研究不足は否めないんで、今日もこういう動画を出させてもらってるって感じだね。 OK、 時間がかかるやつは無視だ。 OK、 じゃあとりあえず、高パス生には余裕で通用すると。毒ダメージで来たらもっと対応しやすいけど、今日は放射線一貫でいきます。アンビラスを見越してね。さてさて、一応能力見とこうか。行く前にちょっと頭に叩き直した方がいいな。うん、このテネとアジェンダスがどういう能力なのかっていうのをもう一度ちゃんと見よう。始める前に見たんだけど、別の作業挟んじゃって忘れた。全部悠久の彼方に消え去った。彼は向こうの世界へ行ってしまった。あ、そう、新しいスキン、あ、スキンじゃねえ、新しいカラーリング、今日塗りたてです。塗りたてほやほや、意外にヒゲが、商人型のヒゲが生えてます。いらっしゃいいらっしゃい、安いよ安いよ、僕安いよ、どうだいこの腕、ん、欲しいかい、あげちゃうよ、ほらドアップ見えない、俺の顔ももはや見えない。うー、以上レベナントの小ネタでした。よし、じゃあ特殊能力を見ていこう。この巨大な衝撃ハンマーで案件を通そう。ヘビー攻撃でエネルギーディスクを放つ。あ、やっぱそうだよね、ヘビー攻撃で特殊能力あんだよね。いいね、貯めないとダメだよねきっとね。オッケー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 。まあ詳しいね、もっとこういう使い方もあるみたいだ、お、なかなか強いのみたいなのはビルド紹介動画作るときにやる。これ余談なんだけどさ、 This is the future っつってさ、あのセリフあるじゃん。俺2019年毎日ソーティー攻略みたいな、まあ今年もねやってんだけど、まあ2019年にもやってたんだけど、2019年俺さ、ソーティーの右左すげえ分かんなかったから、今ほど全然ビルドもなんかこう知識が叩き込めてなかったから、アンビラスすげえ、ま、迷ったのよ。どうやって倒せばいいんだみたいな風になってて、あのセリフがちょっと生理的にこう吐きそうになるというか、いや、あのセリフかっこいいし好きなんだけど、トラウマになってんだよね俺の中で。そう、そんなセリフなんだなっていうのを、あれを聞くたびにハビネスの顔を、顔出ししてないけどレベナントの顔を思い出していただければ、商人型のヒゲを、あのくるりと可愛いヒゲを思い出していただければと思います。よし、エクシマスなんか余裕だろ、ほらデネートを舐めちゃあかんあかん、触っちゃあかん。オッケー、オッケー、いいよ。コンボ持続時間20秒舐めない方がいい。なんか今日は下にいる気がする、囚われのお姫様が。いいね、いるかい。やはりいるね、いると思った、なんとなくいると思ったんだ。オッケー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 、よし、だいたいいるんだよなここ俺結構助ける派です。やめて、触らないで。なんか最近めちゃくちゃちゃんとコンソール鳴らすようになってんね、警報ね。アップデート 30.09 でさ、ちょっと変わったよね。あ、そういえばこんなんあったなって思い出したんだろうな、こいつらも。 OK OK で、エネルギーディスクを放つっていうのは、
これは敵、あれ？なんだ、エネルギーディスクを放とうと思ったらいないんだ、敵が。ちょい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 。あー、放とう。あ、こんな感じか。なるほど。これはコンボ倍率に限らず。オッケーオッケーオッケー。硬派が出るんだね。じゃあこれ、グリゴリと一緒か。オッケー。これも使ってみよう。え、チャージ攻撃重視がいいわけじゃないよね、別に。どう使うのがいいんだろう、一番。どう使ったら美味しいかな。なんかもっとこうアジェンダスっぽい使い方になるかな。そう、先になんかいろいろとリサーチをかけずに自力でやりたい感がすごい強い。あ、なんか普通に回ってきちゃった。まあ、いっか。正面から行きます。いらっしゃいいらっしゃい。安いよ安いよ。レベナントの力で安いよ。アジェンダス安いよ。オッケー。スイッチもだんだん安定してきた。配信ちょ、先日まで何本に分けるみたいなひどい配信してたけど、全く目も当てられないみたいなことになってたけど、安定してきたよ。あー、ミニマンモーダー、かわいい。ちょ、チャージ攻撃当てたい。お前にチャージ攻撃ポン。うわ、シールド吹っ飛んだ。いいね。でも初段だね。2発やるとハンマー振っちゃうから、こんな感じで。スタンスの問題か。いや違うよね、こういうチャージ攻撃だよね。ってことは初段でシールドとダメージ与えて追撃みたいな感じなのかな。これヘビー軸って感じじゃないな、初段がそれだと。抜けてったな、真ん中綺麗に。おやよしよしよし、オッケー。親にも殴られたことねえのにって言うまで殴り続ける。オッケー。まあ、とりあえず倒せるね、エクシマスとかこの辺の連中もね。それは大丈夫。やっぱコンボ倍率重視がいいかな、俺はこの武器使うんだったら。わかんないけど、チャージ攻撃でシミュラクルム行った時にチャージ攻撃重視にした時とか、どんくらいのダメージ出るのかっていうのはすげえ気になるね。まあそれはビルド紹介動画を出す時に、タクシーのうんちゃんですって感じで、テネとアジェンダスと。アジェンダス、あー見えないっす、見えないっす。アジェンダス、オッケー。ショートカット使うか。で、いい。オペレーター出番だ、僕に任しとけ。はい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 。そう、潜入ミッションね、そんななんか戦うってミッションじゃないから、あんまりアジェンダスのこう活躍の場少ないかもしれないけど、まあ、ちょいちょい見かけた的にはかましていこう。結構このレベル帯にも通用するんだな、この構成でもって思うから、まあウィーピングワンズ入れた形でもまあいいのかなっていうのも、まあ、逆算して考えられるから、その点すごく安心だね。やっぱテネット武器は強いね。ただコンボ倍率12倍になった時にもうちょっと赤栗とか出してもいいかなって思うから。赤栗出ないか、 25% だよね初期値が。出ないか、やり方次第だけど、そんなにセットモッド入れるみたいな感じの構成もどうかなって思うから。あ、こいつな、ロア入れてもこいつには参考になんねえからな。あ、いやいや、簡単に倒そう。まあ、結構手数が多いから、そう、この点コンボ倍率も上げやすいし、強力な敵を倒しやすいね。ただ攻撃速度がちょっと遅いな。多分これじゃあね、アンビュラスのシールドじゃねえや、アレイアーマー、アレイアーマーじゃねえ、プロトアーマーだっけ。あー、ごめん、どう忘れした。そう、あいつのアンビュラスのアーマーをこの手数じゃ破けないと思うんだよね。そう、あいつに攻撃しながらコンボ倍率も上げてっていうことを考えてて、今日はトゥルーパニッシメントとクイッキニングなんだけど、この攻撃速度じゃちょっと足りない気がするな。まあそこはローの力借りてみるか、ちょっと一見ダメそうだったら。ただ状態上確率が 70% ぐらいあるから、ウィーピングワンズはまあワンチャンなくてもみたいなところでちょっと今日は戦ってるんだよね。そう、ロボット系にもいけるし、フォーパスの人間にもいけるし、まあ、結構強力な火力は出せてるはずだから。オッケーオッケーオッケー。だ、耐久ミッションとかで使いたいね。あと鋼で通用するかどうかも重要、テネット武器はね。いいね、グリゴリって、あ、グリゴリじゃない、アジェンダスってこんな武器なんだっていう風にね、皆さんも知っていただけたらね嬉しい。今日のこの動画で YouTube のアーカイブにも上がったやつでも。そう、意外にねこういう動画俺上げてるんでね、
こうなんか運用というかなんていうのビルド紹介とまではまだいかないけれども、まあ実践で使うとこんな感じよみたいなのを、手のいいソーティーを使ってね配信させてもらってるんで。よし、オッケー、帰るか。よし帰るか。一丁仕事は終わりだぜ。だが一日の締めの酒を飲むにはまだまだ早すぎる。それを飲むにはあのアンビルスをこのテネとアジェンダスで殴りぶっ飛ばさなきゃいけねえ。よし、おこ、お、おこって何？オッケー、おこだぞ、プンプン。テネとアジェンダスだぞ。オッケー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 。まあこれさ、ビルド構成次第ではさ、ソーティーで例えばさ、その属性攻撃耐性が来ましたとか物理攻撃耐性が来ましたでも全然大丈夫そうだね。さすがテネト武器。テネトってそういう点でさ、なんか能力値が高いのはさ分かってるんだけどさ、なんかこの幅が効くからいいよね。リビアとかもさ、あれ切断でしょ、すげえ強いよな。オッケー。じゃあちょっとアンビラス行く前にツイッチフォローいただいた方々、確認させていただきたいと思います。昨日のニッシーさんまで読んだね。ニッシー12253さん、昨日だったね、ありがとうございます。ゆうと1128さん、あざます。ルナリーさん、ありがとうございます。13時間前サチさん、サチ2434さん、ありがとうございます。アイアムさん、アイアム1106さん、ありがとうございます。フォローありがとうございます。もう少しで200人というところのね、まあなかなかな発展途上なスイッチチャンネルですが引き続きよろしくお願いします。はい、まあこれね、フォロワーかつサブスク登録者のみという感じで配信させてもらってるんですけれども、まあサブスク登録ってそのプライムゲーミングってとツイッチアカウントが連携されてると、まあ1チャンネルだけ無料でなんかサブスク登録できるそうなので、そう、まあそこは有料じゃなくても1チャンネルは無料で選べるよみたいな機能もあるそうなので、まあそれが左下の画像に書いてあるんですが、まあどうしてもコメントっていう風に検討する方はね、そちらも考えてみてもいいかもしれないです。ちなみにプライムゲーミングでそのツイッチとアカウントと連携するに連携して無料のサブスクするにはアマゾンプライム会員である必要があるんで、元をたどれば結局有料みたいなところにつながるんで、まあ俺からお願いすることはまずないです。サブスクお願いしますとかっていうことはまずないんで、この配信で、まああの皆さんとの交流はもうずっと言ってるように YouTube の配信でってことになってるんでね。はい、それじゃあ気を取り直していきましょう。まあ気を取り直すっていうか、まあこのままの勢いでいきますか。皆さんのフォローをもらってるんでね、モチベーション上がりますよ。やはりそう、意外にプライベート配信と言いつつ対外的に発信してたりするんでね、リスナーのこうことを思ってっていうか、なんだろう、思ってっていうと偉そうだな、リスナーの人にもこう見てもらえるようにみたいな、そう YouTube のアーカイブにも上がるから、それをね見た時にこいつ面白いなって思ってもらえるようにまあやってくんでね。ナシチさんかな、 N4D さん、フォローありがとうございます。たった今ですね、ありがとうございます。行くよ。オッケー。で、アジェンダスやばそうだったらプリズマグリーンロックで行くわちゃんと保険もある。保険には入りました。もちろんプリズマグリーンロック強いです、しっかり強いです。ウィーチャイ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 、当たりもしないそのダッシュは何なんだ君。オッケー。このね掛け合いもマジでトラウマになってんの俺。そう、別に嫌いじゃないんだけど、嫌いじゃないんだけど、もう効きすぎて頭がおかしくなるみたいな。だからコーパス勢と戦ってんのに頭がグリニアになるみたいな、そんな感じ。アタックっつって、頭がアタックになりそうだっつって、アタックグリニアナンバーワン。オッケー。さあアジェンダスで多分無理だと思うけどいや、やってみたかったんだよ。そう、今日やってみたかったんだよこれを。アジェンダスであいつの鎧をぶち壊したらかっけえな、アジェンダスってなるんですよ。危ねえ、あ、引っかかってる。オッケー、やめろ。オッケー、ナリファイだけは許すな。みんなナリファイは許しちゃいかん。見かけたら即倒そう。ナリファイバイバイ。お前はナリファイじゃないけどな。どんどん行っていい、意外に時間ないんだ。よし、そうギリギリの最中のツイッチ配信行くぜ。
お前はいつも賢いやつだったな。だが展望というものはなかった。ああ、タンスターだけは拾ってこ。これは俺の弟だと思え。何言ってんだろうな、俺。オッケー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 。そういう思いで拾いました。見逃せなかった。でもさ、たまにない？エータンスター気づいたらなんか後ろの方にあって、もういいかみたいな、たまにあるよね。ないか。そういう雑いことをやってるってバレたからよ。たまにだよ、本当に。1ヶ月に 3,4 回あるかどうか。もっとやってるかも。おし、お前を待っていた。あ、殴りたすぎて直であいつの出現ポイント行きそうになったわ。ちょっと殴ってみよう。で、無理だったら通常で殴りの次ロワで、次あれやります。ロワで無理だったら、あ、破った破った、今鎧破ったよね。今バコンっつったよね。ほら、正面破ったってことは、いけるーこれ。属性攻撃耐性じゃない限りいける。キャー、ゼンタスでやった。マジか、おめえの身ぐるみ剥がしてやるぜ。見たか、アジェンダスじゃ。オッケー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 、行ったよ。アジェンダス、さすが目標達成。あとはこれを守ればいい。この単発打ちのやつで、 AOE のない武器で。どうすりゃ、どうすろと言うんですか。まあ、メリックをこれで。やっべ、一撃じゃねえ。やばいなこれ。大丈夫かな。止めて、これすげえ時間かかる。リロード挟んだら終わるやつじゃん。どうしよう。スラムアタックで阻止できたっけ。スラムアタック使っとこうか。あ、できるね。オッケー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 。スラムアタック、スラムアタック検討でいこう。いけるぜ。アジェンダスでいこう。射撃武器じゃなくてもアンビラスレベル100は倒せること判明。いいね、この調子でいこう。こういった武器多そうだな最近さ。プライマリーとセカンダリーがさ強くなったじゃん。あのガルバナイズドとかプライマリーとかセカンダリーのアルケインで。だからまあより一層こいつも倒しやすくなったなって思う反面、じゃあ近接でどうなんだろうなっていうところで、今日まあその疑問も解決の意味もあって、今日ちょっとこういう形なんだよね。じゃあこれプリズムブリロックいらなかったな今日。ちょっと近接完結してみようか。ちょっとスラムアタックでコンボ前突っ込んじゃうんだけど、まあこれはまあまあ必要経費ということでやっていくわ。うん、まあそのためにね、あのトゥルーパニッシュメントとクイッキニング入れてコンボ倍率高めに持ってきてるから、この辺は据え置きでよろしくっす。まあたまにあえて使う。たまに使う。OK。 あ、いいね、商人型のヒゲでコーパスを戦うのはちょっと生意気だね。生意気がひっけー。もうフレーム OK。 よし、じゃあ次ロアやってみようか。ロアやってどんだけあいつの身ぐるみ剥がすのが早いかっていう話やってみよう。その剣について、お前の身ぐるみを剥がすのがどんだけ早いかの剣について。楽しい。この前側の突起は何ですか。 OK、 煽りも忘れずに。いいですね、いい調子です。他でもいけそうだね。エグゼクとかさ、まあ、テネタビビアはちょっとわかんないけど、エグゼク、グリゴリでもいけそうだな。結構いろいろとやり方ありそう。意外にテネタ武器こいつレベル100全部倒せるかな。いや、しかもさ、これさ、スラム攻撃中ってあいつらさ解かれるよね、あの修理。ってことはですよ、敵の攻撃を回避しながら僕は戦えるのでは。あら、意外に近接武器の方が楽。こいつの戦い、射撃武器じゃなくて。今までいろいろと射撃武器にはお世話になってきたけれども、意外にこっちの方がいい。たださ、俺調子乗りすぎてさ、メスマスキン解除されるの気づかないように気をつけないと。あのコンパスチップがさ降ってきた時に結構な火力で持ってかれるからさ。じゃあこれさ、2体も夢じゃなくない。2体目もさ、ロア使いながら検討でやってみようか。まあロアがあるとでも簡単なの分かってるからな。まあ1体はロアで、もう1体はロアじゃない形で倒してみようか。それで行ってみようか。やめろよ、危ねえ。こいつ調子乗ってる。
人生において調子に乗ってる期間の方があいつ長かった。僕生まれたてながら調子乗ってるんでみたいな、バブオーラーっつって生まれてきたんすよ。オッケー、いいね、いい調子だ。隠れて、やめたー、こうギリギリまで来んじゃねえよなんだよね。みんなの気持ちを代弁していくよ。俺は船が来てる時までおめえ来んじゃねえよっつって、あのオスプレイね、みんなの気持ちを代弁していく。やめて、メツマート菌が切れちゃう。たまに張り直してる間に撃たれて死ぬっていうのもね、気をつけないといけないからね。意外に近接武器で戦えるのは楽だよね、近接ブンブンでさ。しかもアジェンダスこのスタンス結構ほら上空にさ、まあ、こいつが低空飛行してくれてるかっていうのもあるけど、結構上空にダメージ通ってるから、あれをチャージ攻撃でキャーン。うわーすげえ、射撃武器じゃねえか。もうこれはいいね。さあ撃破効率は悪いけど、アンビュラスが来る後でもいいね。アンビュラスが来るは後でもいい。はい、先にセキュリティチームとか倒そう。スカベンジャードローン倒しとかないとアイテム持ってかれちゃうからね。 OK、 ふ OK で、ホーテーをまず回避しよう。あれを回避してこいつをボコる、ボッコボコにする。でボコってコンソールいじってちょうどいい時間ぐらいだと思う、おそらく。あ、こいつ動くんだよな。たまにさ、アンビルスってなんかこういうわけわかんないところに乗ったりするじゃん、こういうところに。あれ一番困んない？俺すげえ困るんだよねあれ。大きく動こうか。いい。ちなみにここはここだと完全安全です。当たりません。あえて顔を出すけど、まあ安全なとこいっぱいあるけどね。意外にもうちょっと攻撃しとくか。すごいすごい、攻撃当たんない。攻撃範囲上げとかないとだな、こういう時にも攻撃したいんだったら。これ完全にコーパスシップのそばじゃねえかい。あ、意外にこれねちゃんとね放射線ダメージで揃えてきてるからっていうのもあると思う、ダメージが通ってるの。はい、間に合うか、間に合うか。ロアは使わずに行ってみようか。ゴリ押し、オッケー、いった。また仲間増やしといて、タゲをやってもらってからの、俺はコンソールをいじる。オッケー、次ロア使っていこう。ちょっと1体倒すの通常攻撃だけ、やっぱ時間かかるわ。やめてーね、やめてーねん、はい。オッケー。コーパスシップか。撃たれる前に撃て。撃たれる前に、やめてーねん。オッケー。あと4秒。やめろって、てめえ、バカ野郎。オッケー。なかなかに、なかなかにレベナントさん、忙しいですね。前にしたぼうですよ、つって。オッケー。いや、思い通りにことが運んでるから、ちょっと興奮してる、俺も。よし。じゃあ次、コンバね。コンバの連中なんかボコボコにしちゃえば、オッケー。ただ、アンビラスが2体揃ってくれてるのが嬉しい。そう、それがやっぱ嬉しいな。こいつはすぐ倒せるかな。ああ、もう余裕だね。さすが2番さえ解かれなきゃ大丈夫。アンビラスが来る前に、あれ、コンボどこ、いた。全員倒そう。コンボ余ってるとね、あ、結構これラッキーポイントじゃね。待って待って待って、こっからいなくなんないで、頼む。オッケーオッケー、まだコンボいるけど、アビリティの防衛アビリティを防いでくる連中じゃない。きついきついというか、いつこいつが倒せるのかが分かんないから。で、ちょいちょいチャージ攻撃挟みながら、これは防いでいこう。張り直してからの、いやー早いな、くんので、コンボ倍率もガンガン上げられてるからだよね。こいつちょっと余しとくか。あいつは次のターンで倒そう。コンボ倒しとく。よし、倒した。オッケーオッケーオッケー。え、これでメリックはついたはず。今、いや死ぬ、あーこれ、あ死ぬ。やめてメリックさん、やめて死ぬ。調子に乗りすぎだなこの戦い。いや、何でもできると思っちゃうんですよ、この
アジェンダスだったら、オッケー。アジェンダスだったら、おった。もう一発砲が来るけど、ドアを回復させてからのスポーンつって、オッケー。やめてー、やばい、アジェンダスじゃない。よし、オッケー、着いた。で、アンビラスがここに間に向こうのメリックに触られてないかも確認しつつ、こいつを倒す。メリックが来たらスラム攻撃やります。意外にスラム攻撃は強いんだね。はい、いや、そういう中途半端なところは良くないよ。中途半端なところは良くないよ。倒した？倒したがだな。ハゲを取っといて、あー、ギリ間に合うかな。うわ、俺の勝ち。オッケー、よし。これがやりたかった。盛り上がってしまった。イエーイ、オッケーオッケー。ちょっとあえてね、あんなことしなくてもいいんだけど、あえてここは突っ込むべきでしょつってちょっと挑戦してみました。あっちの方が配信的に面白いだろつって。俺一生忘れねえわ、このアジェンダスの、あ、思わずロン放ちって。アジェンダスのこの活躍忘れないわ、一生。いいね、気持ちいいですね。意外にアジェンダス、あ、意外にっていうか、まあこういう能力をやっぱ持ってるっていうのは魅力的ですね。イエーイ、やったぜ。瞳のあらよ、コーボスショップ、やりました。はい、というわけでね、まあこういう能力も持っている武器なんだということを俺も知れたので、まあ今回やった価値めちゃくちゃあったなって感じですね。で、あ、またクバだ、昨日と一緒だわ。で、今後のビルド紹介動画を作る上で、まあこうしたいな、ああしたいなっていうのはこの配信を経て、まあ一つ俺の中でも参考になるので、まあその経験を踏まえて、まあ解説もできるかなっていう感じですね。うん、まあとりあえず、今後どういう風にビルド調整やっていくかわかんないですけど、一応今回使った内容はこの後、最後にまとめて配信終わりにしたいと思います。時間もちょうどいいぐらい、11時前にはって思ってたから。いやー、久々にゾゾゾゾゾってした胸のところが。いや、最近さ、サボってるわけじゃないけど、アンピラス2体とかもなんかそんな頑張んなくていいよなって思うこと結構多かったんだけど、今日はあえてあいつをね目標にしてたとこもあったから、まあ意外にちょっと熱を入ってたね。はい、まあじゃあ、さっき軽く見せましたけれども、途中でテネットアジェンダスに関しては放射線とあとコンボ倍率を重視する戦いの構成です、今日はね。で、コンディションオーバーロードつけてるとね、付与されている状態上の種類ごとに建設ダメージがアップするので、まあこいつもありかなと。まあ言うて衝撃とかなので、まあ衝撃とその放射線等とか、まあ属性等みたいな、そんな感じなのかな。あとはまあセンチネルの攻撃とかで付与してもらったりとか、まあそういうのでもいいかもしれないね。あと多分これでスタンスで確か確定でなんか切断のダメージがあった気がするな。ちょっと確認していい？ファイナルハービンガーだよね。剣盾のファイナルハービンガーに、そう、衝撃と切断が入る攻撃があるらしいので、まあそんな大層に入るわけじゃないんだけど、まあそのおかげで切断寄りの戦い、まあ要するに感染ダメージとの掛け合いもありなのかな。まあちょっとそこ詳しいのは分かんないですけど、まあこいつもかなり使いやすいよっていう話はまとめておきますね。はい、で、クリダメ、オーガンシャッターで上げてます。で、クイキニングとトゥルーパニシメント、まあアンビルスみたいに単体のね、その攻撃できる回数というか、短い間隔でたくさん攻撃してたくさんコンボ倍率を上げたいっていう風に検討してたんで、あえてコンボカウント率が高くなるやつを入れてました。まあ普段これを入れないんであれば、まあ伝統的なオーソドックスな形になりますが、こういう感じでいいんじゃないですかね。うん、あとは属性を選んでとか、まあそういう感じになると思いますね。今回あえて、今回のプランに合わせてこういう構成でした。
でドリフティングコンタクトで、コンボ時間すげえマイナス食らうんですが、これでまあこれで補填しつつ、あとプライマリの、デクスタリティで補填してます。あと放射線ダメージね、入れてます。で6種属性なのは、最初にも言いましたがウィーピングワンズ入れらんないので、この枠だとねコンボ維持もしたい、持続時間も保ちたいしみたいなところで、まあだからこれを入れずに、60属性の方でやってます。これを入れる場合はね、これをナラモン極性のこっちにしてもいいかなとか、フェーバーストライクとかね、モルテンインパクトにすればいいのかなと思います。あとはブラッドラッシュ入れてますね。はい、そんな感じのアジェンダスくんでした。多分ね、でももっといろいろ使い方があるはず。さっきのチャージ攻撃といえどね、そうで、さっきから説明しているプライマリデクスタリティなんですが、こいつですね。こいつは最大レベルになると、コンボ持続時間 7.5 秒付与されて、武器の切り替え速度が上がります。他にもね、いろいろ使い方があるんですけど、まあ近接武器とプライマリを両立させたいときに入れるといいよって感じです。鋼の道のりでねアクライト倒すと、こういったデクスタリティとかドロップするので、まあぜひね、鋼の道のりまでまだ行ってない人はね、チャレンジしてみてほしいなと思います。新しい戦いの世界がね、そこには広がってるみたいな感じなので。でまあ余談ですけれども、プリズマグリーンロックに関しては放射線ダメージ、まあ保険で持ってった感じですね。まあ増強モッド入ってるとクリ率94つってめちゃくちゃ高いので、でさらにね、こういうビジランテ系のセットモッドで効果が上がってると、黄色クリからオレンジクリに変わったり、オレンジクリが赤クリに変わったりするので、まあこういうモッドも ありかなっていう感じですね。 20% の確率でプライマリ武器のクリティカル攻撃を強化するってやつ。はい、そんな感じです。で、最後にレベナント、まあ途中ロアも借りましたけれども、ヘルミンスでね、ライノを移植しているのでロアを使えるんですが、威力重視の効果時間重視、まあライノでね、ロアを使うとき、ロアを長い時間使いたいなって思うときと同じ構成です。はい、まあそれ以外は敵を操ったりだとか、メスマースキンとかね、まあ威力と効果時間を上げるのは結構レベナント自身の構成にも理にかなっているので、まあかなり4番とかは使いづらくなりますが、まあこれはこれでありなのかなという感じですね。はい、そんな感じです。威力モッドと効果時間モッドですね。はい、というわけで今回もね、クーバーを手に入れつつ、ソーティー攻略テネトアジェンダスの回でした。はい、またね、スイッチも含めて、YouTube のアーカイブの方でも動画上げていきますので、それ以外にもね、ビルド紹介動画などやっていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。チャンネル登録やコメントもお待ちしております。ハビニュース、アグダンハビニュースでした。またね、バイバイ、おやすみ。